なってトリコ読んでみた件に対する読者の反応集。普通に面白いやんけ。そりゃそうよ。そら大ヒット作やからな。ネタにされがちやが普通に人気作やし。220cm230kg とかいう超形態主人公。人間界編までは名作やからな。別編クソ面白いのになんでグルメ界から一気につまんなくなったんやろ。今までの敵と共闘する激アツ展開なのに。今まさにグルメ界に行くぞってところまで読んでるんやけど。ラストバトルらへんは面白いんやが、なんか微妙にワクワクせんのよな。そうなんか、まあ楽しみに読み続けるわ。トリーロッド戦はガチの名作。結局一流、次郎、ミドラって誰が一番強いんやろ。フェス戦とアカシア戦見る限り次郎が一番強そうなんやが。勝負やろな、ほとんど実力さない。さすがにアムジェが強いんとちゃうか。強い私物はもう大きいのが一流、ノッキングがチートすぎる次郎、伸びしろが異常なミドラって感じや。どうスライムありなら一流が最強や。普通にミドラ。ある人が僕をさらいに来ます。トリコさんです。グルメ界もバンビーナあたりまでは面白いと思う。ただそれ以降の展開が巻きすぎなのが原因や。それぞれアカシアのフルコースのエピソードを島ブーに書いて欲しかったな。期待されまくっとったグルメ界最初の食材が気持ち悪いおっさんの体液という事実。これ食い物なんか。グルメ界からは飯があんまりうまくなさそうなのがあかんかった。あと敵が獣やから盛り上がらん。ていうか島ブーはバトルよりもハートフルが本来メインや。たけしに粘性書いてほしい。終わりよければ全て良しを体現した漫画こういうのでいいんだよ。バトル漫画のお手本というか定番な展開を抑えてるからな。ベジタブルスカイの野菜マジで食べたいわ。一番うまそうだと思ったのはセツノンが作ったニンニク鶏の親子丼。ワイは33グラミーの前のツチノコエビ。設定的に一流はすごかったんだろうけど、描写的にはドンスライムが雑魚すぎて強い感じないわ。それは一流がドンスラの提案を断ったのが原因や。でもドンスラと戦ってたらネオアンパンで終了になりそうやし、あの結末にはならんからあれでいい。ドンスライムの武器がナイフとフォークなの好き。前回当時はピラミッドのあたりで急にテンポ激悪になった印象が強い。そうか、ワイは普通に楽しく読めたわ。トリコがいまいち跳ねなかったの半分くらいアニメのせいやろ。アニメもうちょっとちゃんと作ってればもっと受けたはずやで。四天王で小松の取り合いになってたのなんだったんや。そりゃあいつポテンシャル的にフローゼ様を超えそうな最強の料理人やん。スタージュンが一番好きやから最終決戦激アツやった。ゼブラとかいう誰よりも早く観客にバリア張る第一級危険生物。登場初期はトリコの上位互換ではとか言われてたな。ワイもピッコまで読んどる今センチュリースープ完成したところ。その辺がピークってよく言われるな。ワイはまだまだ先まで好きやけど。ウーメン梅田と IGO の会長は裏切り者やで。会長は一流やぞ。副会長の重松やろ。普通にネタバレしててくさ。うんこの土くげどん。15周年記念でアニメ復活しそうでしなかったな。よくよく考えたらトリコってさ、グリーンにもトミーにもスターにも勝ったことないよな。生身の美食会に勝ったこと一回もなくね。読者のアイデア採用システムはうまいことできてたよな。メテオガーリックは読者のアイデアだったのに本筋のエピソードに絡むまで採用されたのがすごい。ムーンやバンビーナも読者公募やで。それ知らんかったわ、すごいな。マジでワイの周りの同級生みんな読んでたわ。それくらいには流行ってたし、よくルフと悟空と並んでる姿ネタにされるけど、当時としてはあれくらいの扱い受けるのもわかるわ。ノッキングマスター次郎がなんか好きだった。三弟子はみんなかっこいいからな。出し惜しみしすぎていつの間にか雑魚化したグリーンパーチ。スタージュンより役職上なのに出番ほぼない。ドレスと黒窓、裏切った幹部が大量にいる第三勢力ネオとグダグダやをやらずに、こいつらちゃんと使えていたらもっと面白くなったやろ。トリコはチェーンアニマルやけど四天王全員そうなんやろか。後半ちゃんと作り直せばブリーチは超えれるやろ。作り直してもあの終わり方は最初から決めてたと思う。アカシアのフルコース設定とかエピソードが追加で書かれるだけやと思うけど、それがどうしても読みたい。見開きの GT ロボでちびった。ワゴンの演出もすごかった。Y の周りもトリコ読んでるやつ多かったが、不思議と映画見に行くやつは誰もおらんかった。トリコのこの圧倒的な読みやすさって何なんだろう。どのページからでもスッと読める感じ。いろんな設定あったけど大体植物一本で乗り越えれるからな。
言うて植物が必要な理由として生まれた設定である消費カロリーがもう完全に消えたやん。トリコは漫画として完成されとるわ。グルメカジノの外れ食材なんかねえで料理系の仕事しとるマッマが感動しとった。すべての食材に感謝を込めていただきますの精神大事にしたい。あのクソ巨大な恵方巻き食い続けて旅するのはさすがに無理ありすぎんだろ。一流の主要の食材ってガチで殺しに来てるよな。インフレしてダメになる手本のような作品。そうか、終盤のめちゃくちゃな展開のが好きやわ。むしろインフレし続けることが生命というのがテーマだからそこは合致してた。そもそも作品の終わりが近いならインフレさせて盛り上げとかんと思んないやろけど、裏のチャンネル設定はまあ勢力図のカオスっぷりは悪くないんだけど、死んだら死んだでそのままにして新しいキャラ用意してくれた方が良かった気がする。それこそボットでキャラばっかの最終決戦になったら余計意味わからんやろ。ここのフルコースだけ明らかに捕獲レベル低いし周りからバカにされてそう。ちゃんと最後まで読んだんか、ユダ定期。これ捕獲レベル高いやつも混ぜてれば説得力あったのに作者センスないなって思った。いやむしろ低いからこそ説得力あるんだろ。ユダ本人の技量の高さから来る発言の裏付けやぞ。ユダの過去話トリコで一番好きだわ。素直に感動した。スターは料理長だから料理できるのに強いからトリコたちって見劣りするよなってずっと思ってた。まあお兄ちゃんだからな。バトルウルフのおかん殺した GT ロボにブチギレするところ好き。スタージュンの GT ロボ相手に絶対絶命の時に肉って覚醒するの好き。フグクジラのとこでスタージュン GT ロボとの初対面のコマ好き。初期は捕獲レベルが一概に強さを表しているわけではないのが面白かったけど、案の定ただの戦闘力になり下がったな。ワイも長野の影響で今さら読み始めたけどおもろいわ。島笛うまいんやな。ここ好き。ハンニャパンダかわよい。迫力あるな。ライブベアラーこいつ倒せるってマジ？トリコってオキアユなんやな。オキアユってクールキャラのイメージ強いから意外やわ。トリコって普通にかっこええわ。いいキャラしとる。小松くんホテルの仕事サボりまくってるけどええんか？披露宴の稼ぎで余裕でペイできとんとちゃうか？なんでグルメ界で魚編までは一個ずつ丁寧にやってたのに昔から名前があったアトムやアースを取る話はすっ飛ばしたの？打ち切り決まってたからやろ。あのダイジェストのせいでここサニーゼブラ完全に早くに追いやられたよな。4人で共闘してるのが良かったのに、ブリーチから看板もぎ取ってゴクールフと肩を並べたって考えるとめちゃくちゃすごいな。読み切りめっちゃ面白かった。漫画一切見ない母親も褒めてた。アイスヘルベジタブルスカイグルメピラミッドグルメカジノ神漫画やったわ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。